はい。皆さん、こんばんは。今プロ YouTuber のカツッパです。それでは、ABC254 回目続き F 問題やっていきます。F 問題はこちら。レクタングル GCD。生成数 N と長さ N の生成数列 A,、まあ、A と B が与えられますよと。N×N のマス目があります。上から暗行目、左から J 列目のマスをマス IJ と呼びます。で、この IJ についてですね、すべてのマス IJ に関して AI プラス BJ がマス IJ に書かれていると。 以下のクエリを9個処理してください。えー、H1 と H2、W1 と W2 が与えられますと。で、これですね、H1、W1 が左上で、えー、右下が H2、W2 であるような区形区間が取ってこられるんですけど、そこに含まれる整数の最大公約数を求めてください。だそうです。ふん。なんだいそれはって思うかもしれませんが、まあ、まあまあ、これはね、よくある問題なんですよ。えー、っと、まず、 まあまあ、えっ、ー、と、やってることとしては、例えばいい、いいのないかな。これとか ?352。352813ですね。えー、っと、こういうふうに 3×3 のマス目がありまして、えー、352と813。せ、せ、せ列 A と B がそれぞれこれです。352と813です。で、各マス目には、そのまあ、 AI と BJ の和が書いてあるので、11とか13とかね、もうこの時点は素数やんけっていう気がしますけど、まあ、こういうのが書かれているという話になります。685。OK。オーケーあーで、なんかあれですかね、こことかは最大公約数がいい感じだっていう話だとは思うんですけど、まあそれは一旦置いといて、えーとですね、これ戻れない。どうしたらいいんだろう。はい。あ、消しすぎちゃった、はい。はい。で、えーと、まあこういう問題ね、区形区間、 の最大公約数でどうやって取るんだって話なんですけど、まあそんなの簡単には取れないですと。実際に GCD 取りまくるしか方法はないはずなんですよ。で、まあただ性的な配列なので、何ですかこ、うこういうふうに、セグメントツリーみたいなのを作ってあげれば、まあそれなりに区形の GCD は早く求まるんですが、まあでも長方形だからややこしいねって話もあるし、しかも足しちゃってるから足しちゃわないでよっていう。 あそのことでなんか相性悪そうだねっていう気がするんですけど、これが意外と相性が良くてですね。えー、もう気づくべき GCD の性質は一つです。GCDAB イコール GCDAB-A ですね。はい。あ、では B の方が大きいとしましょう。まあ、別に大きくなくてもね、あのちゃんと定義してあげればこれでいいんだけど。 まあ、こ、こんな感じです。だから、これ何が言えるかっていうと、まあ、ユークリットのご情報とかを思い浮かべてくれればいいですし、まあ、そんなの知らなくても GCD ってどんな性質だっけって考えると、まあ、あの、二つの、なんでしょう、整数の公倍数なわけじゃないですか。こういうのがちょうど収まるよっていう話で、ああ、まあ、だから、こう、公約数、 A と B 引くの最大公約数は、G、A, A と B の公約数であることはわかるけど、最大かどうかわかんないですね。わかんないけど、まあ、その逆もね、最大じゃないと仮定すればなんか矛盾が起きたりするんで、とりあえずこれです。てか、ユークのご情報で使うキーの性質です。はい。こういうのがあるので、何が言えるかというと、例えば、今の、ここの、この人たちの、この人たちちょっとも、ここか。この人、でも面白いとこ取った方がいいから、 えっと、えー、っとここですね。えー、と、よ。ここ4、4だよね。えー、っと。ここ4で、はい。ここの GCD 何って言われたら、えっと、4と6なんだけど、これって、4と2の GCD が、ま、ここの GCD だし、さらに4と6の GCD、ここも4と2の GCD 取ればいいし、えー、6と8とか書いてますけど、これも2と2の GCD を。 まあ2と2というかまあ6と2の GCD ですね。っていう風な塩梅になっていて、これな何かっていうと、GCD を求めるときって、累積和とか累積差取っても GCD 変わんないんですよね。と、はい、いうことで,で、どういうことかっていうと、えっと、ここの GCD って結局、この人と、隣の人との差をこう全部辿って、えっと、左上の頂点からどこにでも辿れるように、こう差だけにしてあげて、その差、 の最大公約数を取ればいいです。で、それって何かっていうと、ここの差なんですよね。だから実は隣は二つの差を覚えておきましょう。七二二三ですね。で、左上の数字自体はまあ残すとして、それ以外は、えっと、各マスのこの間の人たちを見てあげて、ここの最大公約数取ってあげてください。で、その最大公約数と、ま、ああとさらに左上の最大公約数取れば答えになります。これは先ほどの GCDAB が GCDA の B-A えから求まるということに基づいております。ということでやっていきましょうか。え、B、A、F だ。F の問題ですと。で、結局、区形区間の連続、区形区間のその最大公約数を求めないといけないんで、それはまあ、なん、何とでもやるようありますよ。んハッシュテーブル作ってもいいし、ハッシュテーブルじゃない、なんだっけ、スパーステーブル。まあでも、あの、普通に BIT じゃないわセグメントツリー作って た方が早いああ、セグメントツリーか、まあ。セグメントツリーでいいですよ。セグメントツリーを作ってください。あ、めんどくさくなってきたな。いや、でもやった方がいいよ。やりましょう、やりましょう。えっ、ー、と、これは皆さんが待ち構えてますからね。よいしょ。NQ <S. S. S>. イコールワップイントのイントロッスプリット。あの、何がどうめんどくさくなったかというと、ACL を使えばですね、まあ、ちょっと変わった、えー、なんでしょう、群構造があったら、あのそこからセグメントツリー作れるわけじゃないですか。まあ、それをね、今、わざわざ作るの、Python からで0から作るのめんどくさいなーってちょっと思いました。白状します。 ま、そんなの置いといて、こんな感じ。はい、B、A です。よっしゃで、H と W たくさんもらうんですけど、まあ、A とか B に関しては差分を取っておきましょうという,かというわけで、A、DIF は、まあ a、A、A0 は、A0 いらないか。だから、はですね、こう。a i プラス1引く A×I のアブスですね。アブス。はい。ここを、I in, range, N-1 ですね。で、B の方も同様だ。 はい。こうしてあげれば、各差分が分かりますと。で、クエリの答え方なんですけど、ーなんとかインレンジ Q してあげて、クエリは HW か。H1, H2, W1, W2 をいただきますと。インプットロットスプリットしますと。はい。で、これ0インデックスとかめんどくさいよ。一応左上1なんでね、それだけ気をつけてやっていきましょう。H1, H2, W1, W2 なんで、まあ、H1, W1 の人 とまず取得しないといけないいとけで、これっていうのは、ベースとして H、H1, A, A カッコ、H1, よし、0インデックスにしましょう。マイナスイコール1、H2 マイナスイコール1、W1 マイナスイコール1、W2 マイナスイコール1ですね。で、H1, W1 がベースですと。はい。で、あとはこの人と差を取ればいいんだけど、差は a リフ f と b リフ f から取ればいいので、えー、っと、 アンスは GCD のベースの、えっと、ゲットの、どうしよう、A、A の方の、どこからどこかっていうと、えっと、これはね、H1 から H2 までなんだけども、H1 含んで H2 も含むから、H1 から H2 プラス1までみたいな感じですね。あの、セグメント2まだ実装してないんですけど、どうせ半回半平区間でやるので、右端は欲しいところプラス1まで入れてあげてください。W も同様です。 まあ、A seg, グ seg というふうにしてあげて、まあ、GCD とあーで、しかもこれあれかアン、アンサーイコールこれにしておいて、どんどん GCD を取っていくことにすれば OK で、プリントアンサーで OK です。でまあ、まずすぐ終わる GCD を実装してあげましょう。GCDXY というのは Euclid のご情法で、ifX が0なら ReturnY して、そうじゃなければ ReturnGCDY%X の X ですね。 はい。で、あとはゲットなんですけど、まあ、あとは A セグも作ってあげないといけないが、んと、N が 2×10 の5乗だから、もう、セグメントツリーのサイズ感は一定にしてあげて、だいたいね2、2×10 の5乗って言ったらあれですよ、えっ、ー、と、2の17乗ぐらいじゃないですか。2の ?17 乗はどうだいあ、違った。18乗ぐらいですね。18乗でちょうど足りる。ので、18乗で足りるってことは、19乗のサイズのセグメントツリーの、 に、まあ、相当する配列を作ればいいですね。葉っぱの数が二の十八乗こならオッケーです。ということで、えっ、ー、と、A セグはなんだえっ、ー、と、ゼロける二の十八乗。B セグもそう。はい。で、えっ、ー、と、あだから GCD はね、もうドメインによらないから、もうこんなの上に置いときましょう。で、あとは、なんだっけ。えっ、ー、と、やることとして、あ、十九乗か。十九乗にしとかないといけない。 で、あと、セグメントツリーのゲットとかをしてあげないといけないんだけど、えっ、ー、と、def、ゲット、えっ、ー、と、セグ、セグもらって、えっ、ー、と、l と r もらいますね。で、ボトムがゼロが0で、トップが2の18乗で、えっ、ー、と、インデックスは1だよ、みたいなところから始まりますと。で、ホ i、えー、l e えっと、l、小なりイコール、 あ,あ、違う。これ、ボトム、ボトムとの代表関係。ホワイトドねで、イフですね。イフ、完全に入ったら、ね、まず、ボトム、ボトムトップが今見てるセグメントの左端、右端なので、えー、っと、L、小なり、イコール、えー、あ,あ、違う違う、はい、完全に入ってるそれね。こう、見ている。 区間が、クエリの区間に完全に入ったらなので、これですわ。この時、リターン、セグ、カインデックスしてあげてくださいとで。そうじゃない場合は何が起きるかというと、まず完全にはみ出た場合ですね。R がトップより小っちゃいとか、えー、ボトムが L より小っちゃいとかあったらはみ出てるので、リターン、えー、これは何も影響しないやつですね。0を返してあげましょう。でそうじゃなければ、えー、リターン、G、C、D の、ゲットのセグの L、R の あーと、ミッドを、ボトム、プラストップにいきましょう。GCD の、えっ、ー、と、LR、ボトム、ミッド、インドかける2はい。これ、プラス1、ミッド、トップ、プラス1。はい。終わり。できました。で、あとは、あだいをね、初期化してないですね。ADIF とかやってるけど、 エディファはこれでいいのか。うんてうか、これは、いや、ま、こうだな。で、えっと、4i in r ン n g e n a セグカッコ i。えっと、2の18乗、プラス i っていうのがちょうど ad 風のカッこ i なんですよ。b セグも同様です。まあ、これするぐらいならもうなんか、普通に、普通にやった方が早かったねって思ってたけど、ま、あ、ま、あいいでしょう。はい。 えっと、あれなんだろう。A セグと B セグが置かれてますね。What's wrong? えっと、アンディファン、あ、セグの S は大文いですね。なんでその急にキャメルケースに。はい。で、えー、次やることがフォ i ああ、あ、あ、かりました。フォ in r ン n g e 2の18乗 -1 から順番にやっていくんですが、えー、っと、1から0まで1個ずつ減らしていきます。えー、0, 0は含みませんね。で、A、セグ括弧、 かっこ i は BCD の、A、セーブかっこ i、セーブかっこ i る2と、そのまま、足す1ですね。B も、そう。できた。で、なんだっけうーん、えーっと、次がですね。あ、そうそう。これで大体できてるんですけど、ちょっと忘れてたのが、これ今、取ってるのって、例えば、 な区形区間が、とこのこの L から R までだったとしましょう。で、左上は知ってるから、あとはこの差分のところの、えー、もの、差分のところのまあ、ある連続した区間の GCD を取らないといけませんが、L から R だったら、えー、実は、この差分の0番目って0と1の間なんで、まあ、要は 左側のインデックスと対応してるわけですね。だから L, L の人と L たす1の人と L たす2点点点で、R-1 まで行くから、で、実は、だから、何が言いたかったかというと、ここは1、2、プラス1じゃなくて W2 と、その、プラス1する必要なかったということですね。上刻算です。えー、だいぶそんな見た目はしていませんが、上刻算でしたね。はい。で、最後にこの2、6で全部入れていって、やってるか見ると、なんか怒られて。A セグ、B セグのサイズが良くない。 かそんなことあるエーリフかエーリフは良くないまあそうですねエーリフもビーリフも対応 n 引きですからここ n で回しちゃいけませんはいこれでどーんなんか怒られたイントオブジェクトイズのサブスクリプタブル a h g w 1なんでそれそうだねアンスあんなこれ a 11たす b w ですねはいどうやで41なんか全然違うな411160 うん、一個目が一二二三ですから、一二二三は。えー、っと、これか。一二二三、答えは二ですね。二なんだけど、四と、うん、何か変なことが起きてますね。えー、っと、なんででしょう。一二二三。 3号に八813が逆とかそういうのはないと思ってて、11がもう一個書いて一一1三3 1 3で11が返ってくるのは変ですよ13。1313だと、GCD の初期計算が間違ってるプリント、A セグ、これに2倍したやつプラス1の GCD 取ってるからどんどん大きくな、ちっちゃくなっていくはずですよね。 ASEG の最初の方を見てみますか ?ASEG、最初、最初10個とか。これほとんどね、1のはずなんですよ。あれ0、1。まあ、0が0なら1、1, 1、0、1、0、0。あ,あ、今、まあ、1か。今1があるんで大丈夫です。だから1、1を返していってほしかった。え、アンサー、ゲット。えっと、プリント、ゲット、ASEG の1、1, 万1、つ。 ゼロか。ゼロは違うでしょう。ゼロ。これ毎回ゼロ返してんじゃねもしかしてだけど。そうですね。トップはボトム。トップが R より、あれなんか変だな、これ。ボトムが R より、トップがこうじゃない。うわ、なんか言われた。なんか言われてるね。えっ、ー、と、セグメントインデックス、セグインデックス、これか。インデックス、ほう、セグは別にそんな、 変なとこ見ないはずなんだけども。と、うん。はい。L ボトム、トップ R は合ってる。合ってるね、あ,あイン、インデックスもかける2と、かける2プラス1だから合ってる。最終期だし合ってる。うーん。で、12の19乗だし合ってるし、全部合ってるはずやけどな。えー、プリントインドしますか。プリントインド。 インドされても、値がわかんないのかなあれな、なんか違うとか言われてるのかな実は。27行目。いや、ここはやないの。あ、262144。524290。えー、262144は、やばいね。なんか端っこって感じがするけど。えー、なんでそうなったんでしょう。ここで、プリント、L、R、ボトム、トムチョックをしてみましょうか。 はい。あ、今なんか、空で描いた背吹きが、えー、バグっててビビってます。そんなことがあるんですね。はい。L, R, bottom, top. ボトムとトップが、まあ、どんどんこう近づいていってくれてるんですけど、全然、全然ありなんじゃない何も不思議なことは起きていません。が、えー、なんか、なんか変だな。えー、と、セグメント3のサイズ合ってるよね。2の19条だよね。合ってます。合ってます、合ってます。 合ってますよ、全部。うん。うん。合ってますね。おっとね。0101はいいのに、01212が深くなっちゃってますね。そんな深くなるある。0101、01と12って隣のはずなんだけどね。隣になれなかった。 ししておきましょう例えば01の人の頂点のインデックスというのは、ここ、これを見て分かる通り26、262144ですね。ゼ01の13が 26145? 本当に違うんじゃない ?13。13って何だいうん、13って何だろうあ、トッププラス 1? お、なんでプラス1なんだ意味が分からん。 よいしょ。あ,あなんか、なんか来た。よし。プリント。ちょっとよくわかるでも、ね。10。最後10は合ってる。はい。あとはちょっと、なんか変なプリントがあると思うんで消していきます。これ消します。以上です。g o 二一1 1 6 0はい。合ってましたね。はい。こちらも提出違う。コピーができてなかった。こちら。よし、OK。Clip.f.py。p y パイ。o n だと多分ダメでしょうね。セグメントツリー、再起で書いて。 あ、先で帰ってるから Python の方がいいんですかね。まあ、両方で出しましょう。Python で出します。あ、でもめちゃくちゃ GCD 取ってるんですよね。多分ダメなんじゃないかな、これは。うーん。GCD って何も工夫しなくても計算量がそこそこ低いんですけど、たくさん取るときねあの。減っていく一方だからみたいなのがあったりしますが、ま、まあ、そんなの知りませんよということで、えー、Python、パイパイ3でやっみます。はい、TL してましたね。 さあ、パイパイ3で出しても TLE しようもんなら僕は、僕はどうしようかな。C 言語で書き直すしかない。俺は嫌な結末だ。あ、しそうじゃないこれ。大丈夫。嫌なんですが、うーわ、TLE しました。じゃあ仕方ないもん。シリングで書くしかない。同じことやっていきまーす。あ、もう、打つだけなんでね、あの、テンプレートとかもバチバチに使っちゃいますね。 f.py 用意して、えっ、ー、と、gcd とかは、あれですか、ロングロングの方がいい。10の9乗だからね。大丈夫だわ。int, gcd, int, まあてかこれ別にロングロングでいいんだよね。int x, int y, えっ、ー、と、if x イコールゼロ、リターン n y, えっと、return gcdy x, x ですね。で、えっ、ー、と、 セグは、えっと、ACL セグ3、あれこれ。はい、できた。えっと、S、ちょっと待って。ちょ,ちょっと、展開場所間違えた。えっと、ここら辺テンプレがあるんですよ。ACL セルってやってあげると。はい。えっと、オペレーションですけど、まあ、全部イントですよ、と。はい。で、あと、オペレーション全部埋めていきますけど、X たす Y じゃなくて、ここは GCDXY ですね。 なんていうかも、セグメントツリー実装部分はもう見なくていいので、XY です。で、えー、単位元位限ゼロです。出来上がりました。はい。で、えっ、ー、と、A セグは、セグ、あ、じゃあ、セグ、A セグのサイズは2の19乗。はい、18乗でいいのか。まあ、ちょっとそこは任せるわ。はい。出来てあげて、あとは言われた通りになるだけですね。C in N9、クター ビクターイントの A カッコ N、Q カッコ N、Q、Q、違う。A カッコ N、B カッコ N してあげて、4を、ちょっとね、光ってるから N と Q を定義してあげる。はい。で、4を O と AndE、e、A、えっ、ー、と、C インにして一インデックスに戻すみたいなことを、ああ戻さなくていいのか、これ。戻さなくていいです。はい。戻さなくてよかった。 戻すのはクエリのときだけですね。アイール P も同様に求めてあげて。あとはホワイル9マイナス。えぇ、C in H1, H2, W1, W2 全部一個ずつ引いてあげる。H1, H2, W1, W2 で最後にやるのは何かというと、えー、と、アンサー。 とアンサーイコール、まず、A カッコイ1プラス、B カッコ W1 ですね。で、A、アンスイコール GCD のアンスと、セグ A、セグ A、セグ A だっけ ?A セグ ?A セグですね。A セグの、A セグドットゲットじゃない、サムでもない。なんだっけゲップロット。よし、プロットだ。L から R なんで、 h1 から h2 ですと。はい。w1 から w2 p セグの方でも同様。で、cout, ans, end, l としてあげます。で、あとは a セグの中身を詰め込んでいくだけですね。all int, と,、えっと、i コール1から、まあ、0から n 引く1以下まで、えっと、aseg カッとセット セット ID から、セット i ドッセット i イバリューとしては、アブスの、えー、A アイ引く低 A コアイプラス1ですね。はい。B も同様です。はい。出来上がりました。じゃあやっていきましょう。提出じゃなくて、2601がこれ、21160上がってますね。1個目は100、100GOK、OK、ということで、F.CP を。 提出して、えー、これならさすがに大丈夫でしょうというふうな、えー、プレッシャーをかけておきます。どやどや、どうでしょう。はい。さ,さっき提出したやつまだ終わってないわ。頑張ってください。はい。まあ、こっちは大丈夫でしょう。はい、大丈夫でしたね。あ OK。あとはもうのんびり待っておきましょう。 はい。えっ、ー、と、まあ GCD 求めるのって割り算っていう高級な処理をログ回ぐらいしますから、それなりに重い処理ですね。で、それがログの中に入っているわけですから、相当大きな処理になります。だからこれ、取得するときにログ取りたくないなら、あれですね、えっ、ー、と、スパーステーブルというのを作ればいいです。スパーステーブルは前処理が大きくなっちゃうんですけど、それがおし終わってしまえば、フェイごとに計算する量は少なく済みますと。 で特に1回の計算が大きいときは、スパーステーブル使った方がいろいろ楽ができる。楽ができるか、あの、計算量がちっちゃく済むとかあった気がしますね。まあ、とにかく C 言語なら、えー、ちゃんとしたスピードで解けたのでよかったでしょう。で、またこれジャッジも時間かかってますね。これ裏でジャッジ詰まったりしてないのかな少し心配になっちゃいますけど。まあ、僕が提出してすぐにジャッジが始まったので、そういうことはないんでしょうね。 単純計算でこのジャッジ始まってから終わるまでの間に、果たして何人の人がこの F 問題に提出するのかっていう数字があるはずで、その個数だけ並列処理できれば問題ないですよね。だから100台とかじゃくだらないんじゃないかな。まあ、でも F 問題まで解く人はそんなにいないっていうのもありますよね。そんなこと言うと A 問題とかも序盤にすごくね、提出されるからね、それに対応しないといけないし。 大変でしょうね。はい、そうこう言ってるうちに F 問題解けました。ありがとうございました。G と H はまた別の動画にします。お楽しみに。